お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらの迫撃デッキやっていきたいと思います。というわけでですね、まあなんか迫撃なんですけど、ディガーだったりスケルとかも入ってません。迫撃だけで削る、かつまああの迫撃でね、ガーニもして、もうクエイクウッドで削りまくるね、もう引きこもりですね。もう引きこもりを極めし引きこもりですね。はい、これがねめちゃくちゃ強いです。でこれザッピーなんですけど、このザッピーのがね、昔やりこぶだったんですよ。ナイトやりこぶロケホだったんですけど、まあ今の環境的にバルキリーザッピーになりましたね。でザッピーたまにメガゴとかもあるんで、まあそこは好みでもいいのかなと思うんですけど、まあ多分ザッピーが一番使いやすいのかなというわけでやっていきたいと思います。さあというわけでよろしくお願いします。でマジで削りが本当限られてるというか、迫撃がやっぱ通るのも限界があるんですよ。そう、最初はね素圧入るかもしれないんですけど、相手がね、わあこいつディガーねえじゃんと思って、もう結構本当防衛防衛とかしてくると迫撃やっぱ通らないので、もうそういう時にえぐいっすよ。もうマジで一生クエイクで削れます。びっくりするぐらい削れます。まあ、あとダメージ削れるのが迫撃しかない分、このロケホとかでもなんか攻めれそうだったら攻めるとかも大事になってきますね。いやこれもうねガチで防衛硬すぎるんですよ。しかもザッピーなのが、これまたね、エレジャイとか、ゴレとか、そういうのも刺さりますよね。まあ、ザッピーロケホいれば、ラバとか来ても、まあ、あと回転範囲でね、そう、どっちかで絶対対応できますね。両方スプレーでやられたとしても、2周目とかで回してね。でもこうやって削っていきます。いや、これちょっとしゃしゃったかもしれないんですけど、もうほんとなんかこういうデッキですね。もうスプレーだけで削って勝っちゃうよっていう。で、アチャクイは、トルネがね、意外と結構メタになります。消えて時間稼ぎからのクロークもね、さよならウッドでね、はい。というわけでまあ、攻め役すればエレジャイ来るんですけど、まあ、逆サイドにねここで来られたら困るので、まあ、出すなら端前か、最悪出さなくてもいいですね。もうこれクエイクだけで、あと一緒に持ってれば勝てますね。相手のダメージが通らないですね。僕を突破できるものはしてみろって話なんですけど、できないんですよ相手さん。さあ、あとはもうこういうのね、おいしくクエイクで削っていくよ。これやばいっすよ。ガチでタチ悪いんですよ。でも回転早いし、結構何にでもマジで安定して勝てるっていう、なんだろうな、えって本当に本当にこう強いっていうようなデッキなんですけど、マジで強いんですよ。サトルで下げる、でまたスケとかで受けれるんで、あ、それちょっと嫌ですけど、まあでも全然全然全然、おいってやつですね。で本当は攻め迫撃してリズム作った方がいいんですけど、まあ無理そうだったらする必要もないよねっていう。もうこれでだって別に相手がライトニング削りしてこようが、俺のクエイク削りの方が優秀なんで。あと負けすじゃ、なんだろうな、アーチャクイとか、まあなんかそういうもんだと思うんですけど、でトルネで引っ張ってくるかな多分。よいしょ。さあこのボンバー嫌なんで下げながらね、であれもとかなると思うんですよ。バルキリーとかもいるし、うい、ロケホーザッピーガチうざいっすよこれ相手。さあエレジャイが一発ぐらい入っちゃうか。あー、ちょっと痛いですね。あれちょっと待って、痛い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 、やばい痛い、あれあれとか言って、ちょっとなんか負けそうなのがね、いや危ないんですけど、いやまあさすがに負けないと思いますね今だけね。逆サイドアクプリがうまいですねこれ。うん、これを受けないといけないんで。さあトルネ来る、まあ、下げながら、あと攻め迫やっていきますね。ほんとクエイクだけで削ったらちょっとおもろいかなとか思ってたんですけど、まあそんなことする余裕もなさそうなので、まあ同歳だしな、攻め迫していこう。さあ消える、まあロケ砲で処理しながら、これ発射なくてもさすがに耐えれます。ああ、そういう感じか。でも相手がライトニング打ったってことはコストがないので、やばい、ちょっとだけ怖くなってきますよねこういうの。ちょっと早めに引っ張って処理して、大きい迫撃竹取った。いやこれでかいっしょ、入ったっしょ。であとは延命できそうだったらしてあげてね、まあ無理せずぐらいでいいか。さあクエイクで削りながら、うい、さあダメージ逆転ですね。あとは普通迫撃も回転がやっぱ早いので、1周目通んなくても2周目が通ったりだとか、無理やりダメージ通せることもあります。でここはさすがに一定やすんな。おー、なんか独特ですね。独特だけどそれがいいみたいなとこある。あロケ砲入ってるのでかっ。さあこれちょっとやばいよね。やばいと思ったらしっかり防白してね、安心安全でいきましょう。
で、ザッピーはしっかりね、鉄壁なんでね。おい、ウッドレス上げながらの攻め役ですね。で、エリジャー相手に、まあ、今回同サイドでいいんですけど、その攻め役するときはこの隅っこじゃなくて真ん中に置いた方がいいですね。真ん中に置いたら、あの逆サイドエリジャー端前ポンってされても迫撃に寄ってくれるんで、防迫の役割をしてくれるんですよ。よいしょ。さあ、あとはマジでほんと空へ行くとね、これタワーにも当てつつエリジャーも下げるね。このトルネとかもね、地味に大事です。さあ、だからちょっと危ないように見えましたけど、全然余裕ですから、余裕ですから、はい、ふぅ。さあ、というわけで、まあなんかめちゃくちゃ攻めるのも意外と大事かもしれないですね。やっぱ防衛してると相手はユニットで形組むだけでね、そう楽になるんで、こっちが攻めることによって相手もね、攻めの形をね完璧に作れないよっていうのが、まあいい部分かもしれない。さあ、ディガーコウモリ、ワンチャンマジアちゃんもだけど、メガナイトオールブレーカーか、まあめっちゃ小物ですね。はい、迫撃ディガーとかかな。いや、ウッドが欲しいけど、ウッドがないの。おー、来ますね、来ますね、めっちゃ来るね、あなた。もうこれはスクエイクでなんとかしたい。さあ、痛いよ、ちょっと痛いよ、ちょっと痛いですけど、さあ、迫撃対決ですね。大体迫撃ディガーで、いや、これやりこぶぐらい来るけど、別に近起動されていいんですよね。さあ、コウモリで、まあディガーが来るよね。さあ、これは近起動していこう。で、バルキリが前に戻ってほしい。痛い。いや、コウモリ痛いよ、それ。痛いよ、コウモリ。痛いんです。あ、これでも、俺、トルネ、ウッド、クエイクあれば、さすがに相性いい説を唱えたいよね。切るんじゃね？切らないか。さあ、で、攻め白は、どうだろうな。まあ、死毒みたいなとこあるよね。相手だって、浮きかけ多分きついから、しかもバルキリ咲いたらめっちゃきつい。あー、それなんか、いやーな位置ですね、これ見て両方当たんねえっていう、だ絶妙な位置ね。まあまあまあ、そういうこともあるわ。さあ、ディガーをしっかり当てていく。いや、このコウモリとかちょっと危ないんで、ね、サトルネも使って、いや、これはでも普通の反撃だったらやっぱファイブウッドとかなんで、僕のこのクエイクがやっぱいいんじゃないですか。削りで勝てそうだけどな。相手の迫撃の位置おしゃれでした。あ、一歩添える。いや、でけえ。これ、切り刻みね。あと、ザッピーは今回無能かもしれない。出すたびに5打たれるんで、あんまこう、変に出そうとしなくてもいいんですけど、まあ、高めならありだと思いますね。さあ、ロキオが残って、ロキオは迫撃に2発耐えれるんでね。クエイクがあるの忘れてましたね。さあ、削っていきましょう。これ多分すげえ地味かもしれないんですけど、勝てますね。もう全然全然、もうこのクエイク削りと、あとこのロケホもね、最後の最後に相手読んでますね。最後の最後に世界変えてくれること多いんでね。いや、これはもう、ええ感じに受けたいし。よいしょ。さあ、クエイクで削りながら。大体ね、ディガーのダメージを抑えたいですね。今みたいな感じ。もうバルキリーで受けてくるんですね。はい。さあ、ウッドで延命とか思ったけど、そううまくいかない。トルネでね、さあ守る。さあ、ロケホがあるよと。で、アルファ撃はクエイクで壊せるよって。いや、もうクエイク、クエイクがさすがに刺さりすぎじゃないですかっていう。で、ザッピーは低めだと早ぶきれて高めですね、出すなら。いや、この流れでさすがにも負けないですよ。で、ちょっとうざめなね、ザッピーですね。これ相手も5打ちたくてみたいな。さあ、ちょっと削っていきます。迫撃一発飛ばないで欲しかったですけどね。あー、ちょっとやばくなってきた。お、さっきからさ、なんかちょっとやばくなるっすね。多分やばくなる理由は攻め白を多分すればいいんですよ。相手攻め白受け結構きついんで。そうなんですよ、攻め白多分やり得なんですよ、僕これガチで。あー、でも相手もその5ウッドでさ、迫撃耐えるのうまいっすね。さあ、マジ攻め迫死毒デッキだと思うんですけどね、この迫撃対決になったら。あとはディガーを抑えれるかどうかみたいな。で、さあ、トルネでダメージ稼ぎながら、これでダメージ稼ぐよ。いやー、さすがに相性いいと思うんだけどな。さあ、あとはもうスペル、ディガー拾う、クエイク、ウッド、もう一周取るね。
おいっていうやつです。これはもっと楽に勝てたかもしれないんですけど、まあそういうこともありますね。あれちょっと今日危ねえな、なんか。まあでも本当にね、弱点は少ない方だと思うんですよ。その、やっぱ少々なんだろうな、苦しい相手でも、なんか無理やり迫撃通す、無理やり食い削りでなんとか勝てたりとかもあるんで、ガチで、極めたら本当に強いです、このデッキは。うん、で、迫撃はマジでそうなんだね。極めたら最強ですね、本当に。トップクラスの、もう本当世界、本当ね、一桁とか二桁とかも言えばいける、なんだろうな、ポテンシャルがあるのが迫撃なので、よいしょ。極め毒まである。さあ、相手が、ボンバーメガゴか、ゴレ、パトロン、ゴレっぽいっすね。でもゴレだったらさ、俺のザッピーあなたどうすんの、ボットですよ、ぶっちゃけ。ヤダムザップとかじゃないならね。このザッピーがもう、無双無双無双、おい。さあ、ヤザップ説もあるけどな、これミニペが出てきた時点で。はしめこれドンとか基礎じゃない？あー、そういうタイプか。これさ、こっち釣れねえかな。いや、釣れないのやったっすね。やばいっす。俺の、これやばい。痛い。痛い、ちょっとマジで、ゴレだと思った。痛い。マジで、ごめんなさい。ちょっと、いや、なんか今日、あれだな。こんなになんか、しっくりコーンプレイングする、なんもないっすよね。まあ。次から攻め役するなら、真ん中ですね。そしたら逆サイ、端前、今のエリジャイも連れてるんで、まあ、ゴレだと思ってたんで、まあ、しょうがないんですけど。まあ、あとは、相手 LJ サイだな。今、陸上じゃ苦しいってことだよね。てか、ボンバーミニペのベビーでさ、メガゴでさ、LJ なんだね。これなんか、ゴレじゃない？見た目。すげえゴレなんですよ。おい。さあ。しか警戒して。まあもう、ザッピー、ロケホーゲーですから、ぶっちゃけ。この辺も出して、イモっとけば、相手はこれ突破できないですから、普通は。うん。で、余裕あればここでクエイク打ったりとか。まあ僕余裕ないんで一回守るんですけど。うん。だからこれは取り抜きそうっすね。ああ、ライトニング削りっす、でも。一旦ライト削りをしたいよっていうやつか。やべ。あ。ちょっと待って。あとか言っちゃって。まあ、今日は僕お休みモードかかってます。まあ、最終的に勝てばね。うん。まあ、過程も大事ですけどね。最終的に勝てばいいでしょ、クラロワは。よし。まあ、トルネマルんで、真ん中エレジャーはね、守ります。で、これミニペッカとか多分来そうなんですよね。迫撃置くと。うん。いや、強い。強いどころじゃない。これミニペッカ、こんにちは。で、ミニペッカ。いや、これでも一発入るぞ。いや、でかい。これ強いぞ。しかも、ザッピー、マジで無限。さ、暇のクエイク削り。これなんすよ。で、これ出して、もう一回ここにね、ミニペッカこっち側。はーい。読みが足らない。なんでだよ。さ、ロケホーダーしながらの。これ延命した方がいいっすね。いや、迫撃砲強いよ。あ、でもいい取るね。ザッピー取るね、あれば。守れるでしょ、これ。なんならもう一回迫撃置いてね。おい。おい、U ターン。おかえり。帰ってちょうだい。策略で削りながら。ああ、もうこれ GG ですよね。この迫撃がね、本当に、いつか放出してくれるんだろうっていう。もう一生見て、ザッピー垂れ流し事件。え？相手天才じゃね？マジ。早すぎるだろ、今。俺がだって無理やり回したところにも、まあ、手札に持ってないぐらいからミニペ出てた、今。さあ、で、これザッピちょっと残したいですね、僕は。で、迫撃を置いて。いや、もうザッピやばいな、マジ。無理やり竹変えちゃおう。さあ、ローキンも残るよね。クエイク削りと。さあ、30秒なんで。いや、これですね。まあ、ザッピーが強い。最近やっぱライトニングがね、マルチ上位層だと、とても多いんですよ。そういうライトニングにも、まあ、ザッピーがぶっ刺さるよね、というので、
さあめちゃくちゃ危ないですけど、まあ、勝ちは勝ちなんでその日もあります。よいしょ。さあちょっともっと圧勝したいと思いますね。本当に多分気をつければノーダメぐらいでも勝てると思うんですよ。さあ果汁なんちゃらよく迫撃みたいなできるんですけど、ちょっと名前が違うか。さあコウモリ、いや迫撃説あるね。月はディガーに使いたい。あー、スケキン。いや、これズルじゃん。マジで。このスキルためにはズルっすよね。まあ、ディガーが入ってたんで、ムートはなさそうだけどな。いや、斜め狩りありましたね、じゃあ。まあ、これはバルキリーで、バルキリートルネクエイクあるんで、これって全スキル、これ2アドじゃないこれ。バルキリーだって刻むよね、これ。刻んじゃうよね。オーケー。さからの、うん、これがなんか強いんですよ。もう首が、同じようなデッキしかいないですね、今日。エレジャイと迫撃っていう。はい、これで、まあ、なんもなくて、よい。まあ、ロギホすぐ出すか。迫撃もう一発ぐらい投げてほしかったな。いやー、これ男の強でもよかったな。次のディガー受けがなくなるんですよ、このスケ咲いちゃうと。そうそうそう。まあ、アウトロー、スケキンアウトローか。ちょっとレアだな。さあ、キンギドウね。相手も必死にやっています。いや、すごいいい金起動なんですけど、意味のない金起動なんですよ。はい、僕からしたらね。さあ、というわけで、どうしようかな。これ、スケキンで受けてくるとかじゃない。意外と受けきつそうだな、相手。うん。で、右側になんか、吹き矢とか出したいんでしょうね。あめえ、これ。トルネが、地味かすってる。うん、まあ、もう。これ、普通、このバルキリーがナイトとか、もうバルキリー以外だったら、えぐいんですよ。スケキンに今スキル使われて、やばいことになってるんですけど、まあ、バルキリーがね、マジのスケキンメタすぎるんで、無課金最強キャラだと思ってます、本当に。超 SSS レートぐらいでつけてあげたいぐらい、マジで。無課金ならばバルキリー使えって僕は思いますね。メガナイトとかね。よいしょ、あー、届かない。相手のね、その位置がやっぱいいんですよ。よいしょ、さあ、ダメージだけ稼いできます、こうやってね。あんな迫撃だって無視しても僕ダメージ受けるわけじゃないんで、もう自分が得するだけね、ダメージ与えて得したいと思いますね。あーで稼ぐんか、せこいねーそれ。で俺も攻めちゃおう、この間で。うわー、相手読んでますね。読んでるのか偶然かわかんないけど、さあバルキリーこれ最悪行かれたらウッドもあるし、まあ、なんとかなるんですよ。もう攻撃打ってきます。これだって今試合しててわかるじゃないですか。あれ負けなくね。そしたらもうちょっと積極的にクエクとかで削ってあげながらの、まあ相手もこれ浮きがきついんでね、ロケ砲とかもね構えてあげれば結構いい感じにはなると思います。ファイブもねえのかな相手。これでさ、ファイブ、あー、やなめ、よいしょ。あー、範囲でいかれましたね。これコウモリやりたいな。そう、ディガー、ディガーじゃん、迫撃ですね。まあこの積極的な攻め迫撃も意外と大事にはなってきます。うん、これ転がしてアウトロー、違うか。まあでもこれタゲ取れるんで、迫撃のどうしようかな。ね、めっちゃいいアウトローなんだよな。あ、でも、え、でも俺はめっちゃ入ってんじゃん。あの迫撃砲が普通に入ってた。さあトルネで下げながら、まあ、スキルを使いたいんでしょうね、相手も。さあ、使ってくるが、全部バルキリーで、もうウッドで削っていきますよって。これね、本当に。一回使ってみたらびっくりしますよ。ん？おねぎ？え？めっちゃ強いじゃんってなっちゃうんで。ガチで。もう一生クエイク打っとけば俺の勝ちっす。なんならトルネロ強とか無理やりダメージ狙いながらね。オーケー！さあ、さすがにデッキパワー高々ですね。あとはまあ、同じデッキしかいないね。迫撃入れちゃえ。相性いいのがちょっと多いのもあるんですけど。そうです。さあ、よろしく。まあ、ゴリゴリ攻めからやっぱ入っていきたいですね。でも。よいしょ。ウッド最長。で、リガーはタワー殴ってからスケの方が、スケだけで抑える場合、効率よく抑えれますね。リガー拾いたくなるんですけどね。まあ、どうしてもダメージ入れたくなかったら拾った方がいいんですけど、スケだけで守るなら。やべえ、待って、やってもうたけど、関係ねえか。やってもうたけど、まあ、あんま関係ないでしょっていう。
相手からしたら、ああこいつバカだ、上がった、落ちってなってるんですけど、まあまあまあ、相手はっきり切りがですね、同じ実機しかいないですね、ガチで。こんなに偏るかっていうぐらい、環境はちょっと偏ってんのか、もしかして。さあ、ザッピーよりはロケホンの方がなんか出しててうざそうなんで、ロケホンにします。ガーゴムレとか言うとちょっとめんどくさいっすよね。よいしょ。さあ、ディガーの位置もちょっといいっすね、相手。近畿度できないんでね、トルネで。さあ、プリンス。これ一旦反撃で受けるか。いや、なんかザッピー5打たれた瞬間ちょっとやばそうなんで、迫撃でカード回ししながら、あーその位置の迫撃ちょっと嫌っすね。クエイク当てれねえんですよね。削り最終的にもうタイブレーカーなるんで、もう結構ゴリゴリに削っていきたいですね。さあ相手はもう僕がスケで受けてくるの分かってるんでね、こういうウッド削りとかもしてきますね。うん、スケ読みのウッドです。でもロケホン撃行くとファイボーからのとか、まあ、プリンスギャングとかがね、いやうまいっすね。でもコウモリで防衛してくるんですね。いやーさてこの人やりますね。いや削っていきます。でもタイブレイクになった時に絶対俺の方が強いんですよ。あザッピーファイボー打たれそうで、回転も多分俺の方が早いから、ここゴリゴリいって、相手からしたら嫌だと思うんですよ。もう防波とかそうっす。お、当たるぞ、この人。当たる位置来た。しかも、ロケオが残ってる。熱い熱い熱い。ロケオ、残って。いや、残るね。うざいよ、これ、残ると。よいしょ。いやー、そこ残らないか。いや、痛い痛い痛い。なんか変なトレーニングしたな、俺。向かい当たるんじゃないこれ、もしかして。リベンジタイム、いや当たるでかいですね。でこれはしっかり前拾う。でロケ投資右サイドに出すと相手もファイブもね打ちにくい。これ取るね。ああそれプリンスカツンしちゃうの、カツンしちゃうのは嫌だな。さあウッド使った、低めスケ。さあ俺のターンだよ。今度はバリキッドが出しちゃおう。えこれ、ああさすがにね、さすがに学んできたっすね。でこれはもう無理にディガー拾うとかしなくていいですね。僕もクエイク削りで勝てるんで、ここでなんか攻めないっていうのが大事ですね、無理に。うん、そうなんかスケ読みザッピー読みが来るが当たらない、逆サイクルっすよこれ。相手攻めディガーしたいっすよ。まあ、反撃のタグ一回取りたいな。さあここで近畿道、いやでもこのコウモリちょっと嫌だな。クエイクで削る。あ、でこれ受けがないぞ。受けがない。いや、入る。最大グッドゲームやってる。苦しいですね。もういけいけどんどんですね。もうこれ攻めれば攻めるぞ。俺のターンが来る。さあ、ロケホン迫撃に一発だけ受けれるんだよね。一発だけね。さあさあ。で、毎回後ろにディガー来てるんで、ちょっと当てちゃった。クエゲ削ってきまーす。もう迫撃はね、なんか逃走逃走ってよりかは、まあ、迫撃に防迫とかコストを使わせて、ってやつっすよね、僕がしたらもう。よいしょ。間はもうどうにかね、追いつかないといけないんで。で、遅れてでもいいので、確実に対応してあげて。このコウモリとかもうどうでもいいですね。気づいたら、もうね、相手はね、守れなくなってます。まあ、神一緒ですね。今日なんかこんなんばかでしたね。オーケー。さあ、クエイク、回転も早いんでね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オーケー。さあ、めちゃくちゃよろしく言ってくるんじゃん。よろしく。さあというわけで、この迫撃ね、本当でも無課金の味方だと思います、ガチで。うん、まあ、ある程度使いこなすまでね、慣れはいるかもしれないんですけど、本当にガチ強いレベルなんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。よければチャンネル登録もねお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。